んこんにちは。アロハ。ハワイ在住18年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんはハワイ旅行に来て毎日ステーキやハンバーガーなどアメリカンな食事をされると思いますが、時々ふっと日本のお弁当やおにぎりが食べたくなることありませんか？今日はローカルにも人気のおすすめハワイのお弁当屋さん3選をご紹介します。まず1選目はざわつく金曜日で長嶋一茂さんも絶賛していたおむすび店、むすびカフェ癒すめさんです。2000年にハワイ1号店をオープンしてから911やパンデミックを乗り越え、今やハワイに6店舗、ハワイを代表するお弁当屋さんになりました。ここで6店舗を一気にご紹介。ワイキキエリアからワイキキモナーク店、朝7時からやってます。ワイキキショッピングプラザの裏にあるのはシーサイド店、8時から2時までの営業。そして去年6店目をオープンしたビーチウォーク店は朝7時から夜9時までやってます。嬉しいですね。そしてカハラ店、アラモアナラナイ店、アラモアナケアモク店とあります。各お店営業時間が違いますので、ホームページでチェックしてみてくださいね。こちらのケアモク店は2019年にオープン、ウォールマートの並びにあります。主にお弁当がメインで、近くで働く OL さんやマンション建築の作業員さんなど、お昼時は大忙しです。お店の中に入ってみましょう。とっても美味しい玉木米を使っているんですね。こちらがおにぎりメニュー、25種類のおむすびと20種類のスパムむすび、どれもこれも食べたくなります。お味噌汁や豚汁、おむすびと唐揚げが入ったおむすびパック、ポケ丼もあります。巻きロールは10種類、手羽先唐揚げも美味しそうですね。壁一面に書かれたメニュー、玄米もあるみたいですね。そして可愛らしいおむすび柄のエコバッグ、お土産にも喜ばれそうですよ。マネージャーさんにお話を伺いました。はい、よろしくお願いします。で、おにぎりをここで注文されたい方も全部オーダーですね。中で作ってオーダー聞いたものを作って出すので、新鮮なやつをそのまま食べられる。あ、なるほど、出来たてほやほやが出てくるわけですね。お弁当も一緒ですね。はい、朝の7時から夜の7時まで。夜の7時まで、はい、はい、日曜日だけは朝の7時から4時まで。はい、のり弁当を出しました。外で待ってたらいいんですね。あ、すいません。はい、はい、外で待ってます。皆さん出来上がりを外で待っています。のり弁当ですね。はい、ありがとうございます。まさに日本のお弁当の代表ですね。こちらは私がウーバーの時によく立ち寄るアラモアナラナイ店。お弁当やおむすびがたくさん並んでいます。スパムおむすびが美味しいんですよね。撮影ありがとうございました。ドン・キホーテ近くのカラカワ通りにあるドーネさんは、知る人ぞ知る隠れた名店。大きな看板などはなく、赤い提灯と定食の文字が目に入ります。知らない人はここがお弁当屋さんだってわからないかも。こんにちは。はい、ドーネさんはいつからハワイでお店をやられてるんですか？2013年から。最初はレストランだったんですよね。でコロナになって、お弁当屋さんに転向されたということで、本当に何もかも美味しくって、レストランの時から食べに来てます。で、ドーネっていうのは九州の言葉？はい、最近ドーネとか、最近ドーネ、九州出身なんですか？そうですね。あー、そうですか。週替わりスペシャルはお昼と夜とあって、毎週メニューが変わります。その他にレギュラーメニューもあり、すべて美味しいです。
お惣菜もいろいろありますよ。持ち帰って自宅で作る鍋セットもあります。こちらが私の一押しスペシャル弁当、いろいろ入ってて食べ応えバッチリです。じゃあ今日はありがとうございました。はい、美味しくいただきます。週替わりやスペシャルは数に限りがあるので、電話で予約をした方がいいと思います。インスタもありますので、今週のスペシャルをチェックしてみてくださいね。アラモアナウォールマート裏側にある808ビルは、いろいろなお店が入る最近人気の場所なんです。ケーキ屋さん5000の過去動画でもご紹介したケーキ M さんもこのビルに入っています。最後にご紹介するのはショーズキッチンさん。このビル2階にあるので、階段またはエレベーターで行きます。ショーズキッチンのオーナーの庄司さんは、もともと有名ホテルの総料理長でしたが、パンデミックがきっかけで独立してこのお店をオープンしました。私も庄司さんとは Uber のお客さんとして最初知り合ったんですよ。ここはお弁当というよりおしゃれなプレートランチです。お店の外にはテーブルと椅子があって、ハワイの風を感じながら食べることができます。とんかつやチキン南蛮、ガパオライスなど定番メニューの他に、月替わりスペシャルメニューもあります。海外での経験豊かな庄司さんの作るプレートはボリューミーで食べ応えバッチリ。そして庄司キッチンさんでは、あの TKG の卵が買えるんです。お弁当を買ってくれた方は12個入り7ドル、卵だけなら10ドルで販売しています。日本の皆さんには高いと思われますが、ワイマダルの新鮮な卵はやっぱり美味しいです。お魚を焼いてるいい音がしますね。それは何を作ってるんですか？おースペシャル。では私も、はい、卵をお願いします。ワンダズン。はい、はい。おー、庄司さん、はい、ここオープンいつですか？去年の2月です。去年の2月、はい。おすすめのお弁当は何ですか？一番売れてるのはチキン南蛮。チキン南蛮、はい。あとはトンカツとか出ますね。はい。あとマンスリーでこういうお魚類が出てます。おー、そうですか。あとはインスタ見てもらうと一番インスタにいろいろ、はい、夜は週末だけシェフズテーブルをやってるんですよね。インスタを見ていただくとメニューが出てるんですね、はい。こちらが去年年末に行ったシェフズテーブル。さすがホテルの総料理長、どれも繊細なテイストでした。私のオーダーが出来上がったようです。お休みの日とかはあるんですか？休みは日曜日です。日曜日がお休み、はい、あとはお弁当で10時半から2時までは月曜日から土曜日、はい、で5時から7時が、月曜日から木曜日で、金曜土曜がその先ほど言ったシェフテーブルで、そちらの予約制なので、ぜひお電話もしくは E メールください。はい、とっても美味しいですからね、皆さん来てください。ありがとうございます。ショーズキッチンさんでした。マハロー。You are like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed, then carefully nurture it year after year. Watch it slow. 今日の動画はいかがでしたか？ハワイにはたくさん美味しいお弁当屋さんがあります。テイクアウトのお弁当を買って、ビーチでゆっくり食べるのもいいですね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価
そして動画の感想などコメントいただけると今後の励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. You come across along the way. Mahalo. Bye bye. Remember that every flower grows in her own way. And just because a snowdrop blossoms in the winter, it doesn't mean an orchid won't rise from the ground. And then everybody will say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planted her roots deep in the ground.